ということですね。はい、はい、ちょっと数日が経ちって感じで、うんうん、どうでしたか。いやー楽しかったね。楽しかった、初参戦だけどあんな楽しめるのやばい。やばいね、うん、あの雰囲気でもうなんかすごいなんか楽しめるっていうかさ、うん、雰囲気よし。いやばかったね、うん、なんかどことなく懐かしさもありみたいな。行ったことないのに。そう、なんか歌い手のライブってこうだよね、うん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 、演出みたいなすごくなかった。雨が降ったりだとか、人によってはこうボールで遊んでたりだとか、ええやんって。間違いない。なんかその映像を使うっていうのが歌い手の中だとあんまりないじゃん、うんうん、映像とともにアーティストが動きを合わせるっていうのが結構新鮮、うんうんうん、歌い手の中だったら新鮮で良いでした。確かに、うん、曲中のさパフォーマンスとかさ、うん、仲いいとこがよく見えたりとかさ、うんうん、そういうのもなんかフォーみたいなほほみたいな。なったなった。初めて行くのでこんなほほってなっちゃってたから、うん、でもなんか一番さ思ったのはさ、うん、なんかめっちゃ見てるくない、みんなのこと。見てる見てる、めっちゃ見てるなって思った、うん、なんか歌ってる時も目合わせたりとか、うん、うちらはアリーナの席じゃなかったんですけど、うん、こう上からねよく見えてる感じだったんですけど、なんかすごい見てるなって思った、うん、なんか やばくないみたいな。なんかねこうファンさんすごかったよね、うん、すごい音楽が流れてる中でこうやってやったりとか、うん、こうやってやったりとかはあるけど、なんかその子に語りかけるっていうのないじゃん。そうそう、無音の中でトロッコがいて、ただただその時間が流れるって。でしかもその間照明がパッて明るくなって、ね、そうそうそう、それがすごいと思った。見えやすくなったみたいなね。なんかそういうのを見ててもなんかってくるになっちゃうから。そうそうそう、うわいいですねいいですねみたいな。あ、これが噂のファンサタイム。そうそう、あのファンサタイムすごいね。いや、分かった。でもそのファンサタイムだけじゃないファンサもすごいいっぱいしてるなって思ったから、うん、本当にそうそう、 MC 中とかも、うん、なんかこうやって振ってたりとか、こうやってやったりとか、ね、こうやってやったりとか、うん、してた、うん、構成もさ、ちゃんとバックステージがあって、うん、逆サイズにならないように作りましたって言ったけど、ね、ね、考えたバックステージあるのはマジでありがたいよね。ありがたいよ。後ろ側の人もさ、やっぱバックステージに来てくれることによってさ、うん、近くなるじゃない。そう、メインステージよりも。そうそう、だからやっぱその逆サイズも作らないっていう試みは本当にね、優しさの塊すぎて、うん、なんかもうずっと見ちゃってたもん私。絶対見てるんだけど、なんか志麻さんってなっちゃう。なんか見ちゃうね。結構前のめりになっちゃう。千田さん安定で面白かった。面白かった。なんか千田さんアンミカみたいだと思う。めっちゃ面白い。ずっとアンミカみたいでしょ。面白い。千田さん本当に面白い。面白い。てかでっかい、身長が高くて、高くにした。大きいのはなんとなく分かってたけど。そして裏だらけさ。やば、あ、白い。もうね、やばいよ。儚さ、あれは。儚さしかない。やばい。私結構一番衝撃的だったかも。うん、分かる。私もギャップっていうか、うんうん、みんなもちろん知ってるんだけど、浦田さんが特に寄り添いすぎてて、言われる。天の声がこうしてほしいって言ってるよみたいな、長くいたいよねみたいなさ、ね、もう一回やっちゃうみたいな。なんかもうやばい。リーダーも拍手喝采だった。リーダーって、うん、リーダーうわーって、リーダー、さすがリーダーって。人とれとれだからさ、うん、まあまあもちろんもちろんですよね。まとまりがないところももちろんな、うん、あると思うんだけど、でもこのリーダーだからみんなついてってるんだなっていうのがわかる、うん、もう私一番ヤバいと思う、うん、はかない、白い、細い、さあ、どうやってみたいなさ、あとじゃん、あのシーン濡れますみたいな、濡れますみたいな。始まる前にさ、泣かないよね、多分今日はみたいなって言ってたんですけど、こういうの願望聞いちゃった。ちょっとね、あのセーリングですよね、はい、セーリングっていう歌がもう終盤だよね、うん、本当もうアンコール近いからの時に、うん、歌った時にそのなんか並び的に私、ネオンさん、隣、うん、みたいな感じで、うん、みたいになって、ない、ない、で前の子も前の子なんかもうしゃがみ込んじゃって、しゃがみ込んじゃって、前の子たぬきがもうボワーって言ってね、泣いてて、うん、もうこうだったから、そうでもそんなにハッみたいな感じになってて、こっちも、あ私もヨーソロのとこやばかった。あ、ヨーソロね、うん、作ってるのがもう春吉さんってもう間違いないじゃんみたいな、まあ、その組み合わせも発想じゃんみたいな、泣いちゃうじゃん、うん、それだってね、なんなくと思わなかったんだけど、いい歌詞すぎた、本当に本当に、うん、初めてだけどすごい心を動かされましたね。うん、久しぶりになんかときめきましたよ、ね、目がときめきました。でもね、この年だとあーみたいなふーって感じなんだけど、ときめくことなんてあんまりないんだけどね。
枯れた心でのときめきはそうでね、一個一個ダンスもあるんだよね。そう、それはびっくりした。そう、それを覚えてる子もね、うん、いて、なんかちょっとこう踊ってたりとかして、マジカルショコラティア踊ってる子が多かったね。あー、ちょうだいってやつね。あー、あれね、そんなジャニーズみたいにさ離れてるわけでもないけど、ちゃんとこうアーティストで、でも寄り添ってくれてみたいな、で、プラス面白くて、大丈夫この発言キモくない？大丈夫やばいよ。やっぱスタッフの方優秀ですね。優秀ですね。物販もそうだったけど、そう、ちゃんとこうスムーズに、物販のスムーズさえぐい。やばかったよね、うん、で入場するときも2回ぐらいね、2段階で、ね、これをこうして次これをこうしてくださいって特典ですみたいな、そうなんかコロナ対策もしっかりね、してて、浦島坂田線のみんなはその俺たちがこう無事にコロナにならずにできたのは、まあ、君たちのおかげだよみたいな感じなんだけど、いやいやいや、あんな素晴らしいコロナ対策がある浦島坂田線さんのおかげですよって、そのチームのおかげですよっていうのはすごい思ったね。それもあるかもしれないけど、そういう徹底してるところがやっぱすごいな、すごいなと思った。もう来るのが本当に大好きなんだなっていうのがすごく伝わるなと思った。言葉以外でこう伝わるのがすごい多かったと思う。なんかその多くは語らないけど、でもすごく大事に思ってるんだなとか、でもいろいろあるじゃん、ほら、感謝は形にしてって入れたから、そう、千奈さんが入れたから、千奈さんが感謝は形にしていくからね。そう、ナイス、本当にありがとう。個人的にはマーシーがサングラスしたとこ嫌だったし、あー、マーシーなんかやっぱライブで見ると色気マシマシだよね。やばい、マシマシマシでしょ。マシマシマシだよ。マシマシマシのエグマフィでしょ、あれは。みんな惚れちゃうんだろう。なんなの、やばいやばい。プラスさ、そのファンさんも好きなっちゃうんだろう。こう、船にちょっとだけ、いや本当に寄りかかってもいいですかみたいな。なんならロープ垂らしてもらえれば、それ持って、泳いでくれる人たちみたいな。邪魔だわ、邪魔だわ、激しめだ、激しめ、人脈激しめだね。もう、ちょっと怒りにへばりついてないから、ここ、じゃあ頬にへばりついてもいいから、こうやって風強め強め、風来た風、表に、表裏でこうやってね、表裏でクリーンって、はい、変わりまーす、ちょっと船に乗らせてくださいと、もうとても言えないけど、もうそんな仕事もない、そう、何も言えないけど、何かしらの形でお願いします。キャッチです、キャッチですね、風も聞こえます、ウィーン、おかしいだろ、おかしいだろ、おかしいだろ、今日、激しいだろ、おさめだ、見る余裕なくないかい、もうこうやってして、見る余裕なくないわ、どんな形でも乗りたいって気持ちになっちゃったよね。そうよ、そんなこんなでね、ね、いい夏の思い出になりました、本当に素晴らしい、こう印象に残ったシーンとかありました？私、千奈さん推しって行かせていただいてるんですけれども、過去仮にね、過去仮で、はい、なんですけど、言うのも申し訳ないからね、そう、本当に本当に申し訳ないんですけど、で言ってたんですけど、まあもちろん千奈さんもかっこよかったし、声も好きだし面白いし、ってなったんだけど、なんか他のなんかメンバーの魅力がすごすぎて、やっぱ箱推しになっちゃう、なんかもうみんな良すぎて、もうなんか選んではいけないみたいな、なんかすごい、自分も20ね後半なんですけど、なんか10代の感じにしてくれる、なんか本当にお姫様みたいな、私とお姫様、そうそう、えみたいな、お姫様だったん
んだみたいな、そう感じになっちゃうぐらい、うん、なんか初めていたんだよ、うんうんうん、沼になる、沼になるね、うん、って思ったし、もっと行きたいなって思う、うんうん、あれはそれを思いましたね、すごくすごい楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、どうですか、なんか感想ですか、はい、感想でも感想でも、うん、でもなんかやっぱ一人一人の持つパワーが強いなっていうのがあって、マイナスの感情をプラスにするっていう力がなんかアーティストの中には結構備わってると思うね、今までやってきた人の中ではもう絶対そういうプラスのあれが強いなって思うんだけど、やっぱ浦島坂田先生はもう塊だよね、もうプラスの塊っていうのがあって、もちろんね大変なこともあっただろうし、こう嫌なこともあっただろうけど、でもそんなのをね感じさせないぐらいのプラスの力がすごすぎて、うん、ってなって頑張って日々生きようっていう気持ちにもなったし、うん、メンバー一人一人ね可愛かったりさ、かっこよかったり、うん、その歌とかによって自分の見せ方を変えれるっていうのはすごいなって、元気な曲だったらめっちゃ笑顔でだし、なんかちょっとそうこう暗めのシックな感じの曲だったらもう顔がって変わってね、うん、いろんな面を見せてくれるっていう、うんうんうん、それも確かにそう魅力かなと思います、うんうん、ジャンルが本当歌うジャンルが本当にそう幅広いからね、本当に、うん、うちらがあの怪しいなって思ったのあの穴の曲あ、うん、穴の曲ちょっとねおばさんたちびっくりしちゃった、うん、そうわかりました、私の曲知らなかったんですけど行った時にねそういきなり穴の曲歌われて、そうそうそう、あ、二人してなんかこう、うん、おっとこれ見ていいのかな、あ、お、わ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 お、総合して、個々の持ってる力が強いなと思いました、うん、だからこそ、クルーのみんなはね、浦島坂田専門さんをね、信じてついていけるんだろうなっていうのは思いましたね、うん、確かに、それは、それはあるよね、うん、確かに、ありがとうございます、ありがとうございます浦島坂田線さんのライブはなんかね、ハッピーがいたりとか昔の歌い手中をこう彷彿とさせるような方々が結構いて、うん、愛感じるよね、うん、すごく愛を感じるし、やっぱ昔から推してるんだなって思った、うんうん、素敵と思って、素敵よね、うん、変わらない強さ大事よ、うん、大事大事、うん、来た際にはね、はい、あの優しく来てください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、お願いします、表方担当ねです後ろロープ担当あの天候とかね、あの方は任せてもらったら、うん、あの方向決めてもらったら行きまーすやるね、私それにつってね、はい、完璧行きまーすはい、斜め行きまーすこいつひにに息みたいになってるから最初喧嘩だからね、右ってやるえ、さあ、この度左じゃんえ、違うね、右やらえ、マジ、本当に言ったね知らなかい怒られる周りをもう頬を張り付くのだから、あー結構いい感じの風ね今日はやねあれが続くよ、あ、今日はやね慣れてくれ任せてくれ、うん、ね、信頼関係もあるからさ、今日右だと思うよつってあ、OKOK あれだね、チキンパンみたいな、そうだねクみたいな、人おる何のためにやばいよ、月が大きい人がピーターパンみたいなおいロマンチックだよピーターパンってグッズも全部可愛いの、この背中さんがやばい、かっこいい、やばいよね、うん、パーカーをちょっとこのかけて横目でね、このブルーハワイのカクテルを飲む感じが、うん、もう本当に、うん、夏ポンみたいな、うん、これね、マーシーさんはあの水鉄砲です、うわ、やんちゃ、これやんちゃなの、なんかこんなにやんちゃだよ、ね、こう水鉄砲で遊んで、遊んでて、で、水かかって、キャッ、何ごめんスキッピッキッもうなって、お風呂としてサングラスだったからもうなーって、パッて、ほっぴーって言うな言うな言うな、すごいちょっと待って、もっともっとかかってほしいって言うかかってますこれ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 は、なんかいやいや海に来たんだよ、さいやいや海に来てちょっとフードかけてたのちょっと、もうちょっと疲れちゃったから飲もうかなみたいな、で、出会っちゃう、出会っちゃう
ちゃんで笑える。見てよく見て見て。そう。で笑ってるもん。やば。笑ってる。ちょっとこぼれてる。うん、もうこぼしちゃうぐらい。もうこれなんかでも分かんないぐらい。分かんないぐらい。もう見ちゃってんだから。ああなるほどね。うん、こっちガミなんだ。そうだガミだこっち。やばい。気になっちゃうね。やっぱりね。こっちはみんな結構大人数で。あ3人ぐらいで来てて。で向こう一人、ね。そう一人で。かっこよくないみたいな。でこの2人が後から合流して、さっきお前とこう言ってたねみたいな。でうちらはもう、はい、もう、ほうの時間だよ。返される。で、やることつらいでそれ、返される、うちらは。あ、ちょっと今日、ガーシーさん見れますかね。ほうの時間です。よそろ。でも、よそろ。短いってやつの思いで。ここでさ、一旦よそろを調べよう。うん船の取り方が日本に加えてある。ほうじゃん、ほう。伏線回収かって。線の舵取り。舵取りが良い具合であるみたいな。だから舵取りによってうちらのほうやばいよ。やばいことになっちゃう。よそろ。キラソロですかね。今日よそろだと思います。まあ、もしかしたらめっちゃその個の技術めっちゃ無駄だられてヨーソロって言葉かけられるかもしれない。あ、逆に言っちゃうよ。やばいじゃん。いや、マスターやん、もちろんヨーソロそうマスターやん。こんな感じです。こんな感じです。はい、楽しかったです。皆さんね、よかったらコメントにね、なんかラジオ坂田さんのファンの方いましたらね、ぜひコメントいただけたらと思います。はい、お願いします。はいはい、はい、今日見てくれてありがとうございます。そして浦島坂田船さんの皆さん、はい、素敵な思い出とライブ演出、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。また次回の動画でバイバーイ。よーさんだー。よーさんだー。